さあ続いては今回ご自身の誕生日2月19日に CD を発売された YM 佐賀の峰松優子さんからのお知らせです。 YM 佐賀の峰松です。この度 CD を出させていただく経緯にあたってですが、1年前にちょうどうちのレッスン曲に取り上げた曲があって、でそれがネットで私がカラオケの先生ということが分かって、でその作曲の先生まで通じて、で歌を、私の声を気に入っていただき、このようなことになりました。先生が私の声に対するイメージというのが粋なイメージだったので、粋で歌いながら表現しながら、その奥に女らしさはちょっとでも残せるように表現しているつもりなので、もし聴いていただく方々がそんなことを感じ取ってもらえたら嬉しいですね。 YM 佐賀が今年20年目になりますけども、今の生徒さん、そしてこの20年間いろんなところで携わってくださった関係者の皆様に感謝の思いを込めて歌わせていただいておりますので、どうかたくさんの方に聴いていただけたらなと思います。よろしくお願いいたします。YM 佐賀峰松優子さんからのお知らせでした。今回発売になった、深川夢語り、この CD は、武雄市の三光電機で購入可能ということです。あとは、配信サイトの方でも、購入できるということです。とても粋な曲でございます、ね、はい、素晴らしい歌声、ぜひぜひ皆さんも聴いてみてください。